中島健三、中島健三、中島健三、1903年、明治36年2月21日から1979年、昭和54年6月11日は、フランス文学者、文芸評論家、バレリーやボードレールなどを翻訳紹介する一方、当時まだ無名だった宮沢賢治の作品に光を当て、戦後は、いわゆる進歩的知識人の一人として、 反戦平和運動に貢献するとともに、日本文芸家協会の再建や著作権保護、日中の文化交流に尽力した。中国きっての世界的なコレクターとしても有名である。心理学者の中島泰蔵の長子、一人っ子として、東京市麹島地区、現、東京都千代田区に生まれた。父、泰蔵は、ハーバード大学で、ウィリアム・ジェームズに教えを受け、帰国後は、 東京専門学校、後の早稲田大学で講師を務めた。1909年、東京高等師範学校附属小学校、現、筑波大学附属小学校入学。同級に、市原豊田、菊池聖子、坪井忠治。少年時代は、自然科学に惹かれていたが、1914年、東宛に送られた、新類、前田夕暮れ、太蔵の命を妻に持つの、 第三歌集、イクルヒニを読んで感銘を受け、短歌を創作して、夕暮れに送るも目殺された。また、豆本、赤木創書で、イプセンやシンキエウィッチを読む。1915年、東京高等支配学校付属中学校、現、筑波大学付属中学校、高等学校に入学する。付属中学の同級生には、下村三郎、元最高裁判所判事、 市原豊田、元独教大学学長、菊池聖氏ドイツ文学者、坪井忠二、東京大学名誉教授などがいた。旧正中学時代サッカーをはじめ、中島が入部を進めた高山栄華と共に全国優勝を経験。大学時代も足利集級部、サッカー部に在籍した。旧正中学で後輩だった高山栄華を大学進学後に部に誘ったのも中島であった。 この頃、川田淳也和歌山牧水、久保田うつぼの短歌に浸水。小説家では、国木田ドッ夏目漱石、森鴎貝、有島武夫、芥川龍之介などに傾倒していった。1919年、父を結核で亡くした。中島はこの頃、付属中の一年後輩である、諸井三郎を中心とする音楽グループに接近することになる。詩人の菊池公。 一郎の弟の菊池武彦の影響で、普通文学に関心を持つ。1920年、東京講師附属中学校を、卒業、1921年まで、同校の補修科に通った。第一高等学校理科コールを二度受験して、失敗し、1921年、旧西松本高等学校文科をつるい入学。ドイツ語を第一外国語として学ぶクラスであることに、 飽きたらず、フランス人シンプセスラン、グストブセスリンの下でフランス語の個人教授を受けた。1925年、旧制松本高等学校文科をつるいを卒業する。東京帝国大学文学部仏文会入学、無試験、ボードレールを言語で読むことが、中島の仏文進学の目的だった。同期の十一人に、コンヒデミ、小林秀夫、オ、ヨドノリュウゾウ、 平岡登、田辺帝之助、三好達治など、当時助教授だった辰野隆に指示する。1928年、東京帝大を卒業。副主として研究室に残った、英文化教授の市川三期から、フランス語の動詞の変化に関して、質問を受けたが即答できなかったために穴取りを受け、以来、市川とは、犬猿の仲となった。 1933年秋、助手に昇格。中島はこの頃から評論の執筆をはじめ、作品、文学界の導入となった。1934年、達野隆や鈴木慎太郎の世話で、臨時講師となる。教授になれると思うなよと、はじめから念を押されていたが、その代わり学外では好き勝手にやらせてもらうことを約束させ、学内でも大学の予算で、 フランスの寄候書を購入して、自分のコレクションに加えるなどの自由を満喫した。1935年1月24日、東大フッツブの研究室にて、ダザイをサムと、ダンカズオの訪問を受ける、紹介者は、イブセマッスジ。その頃、ダザイは、フッツブル在学5年目にして、取得単位0、ダンは、経済学部在学3年目にして、取得単位7、2人の目的は、 卒業試験を受けるのに必要な単位を泣き落としで手に入れることにあったが、中島に要件を切り出せぬまま酒場で酒を振る舞われているうちに卒業などどうでも良くなったという、数を、小説、太宰治む及び中島健造、回想の文学、第2巻、仏上総然の巻、PP、110から113による、1942年、 陸軍に徴用されたためマライ派遣軍の一員として出生年末に帰国した。1945年日本文芸家協会を再建し理事に就任。1974年。1946年日本著作家組合創設。初期長となった。同年、野上明の日の会に参加する。第二次世界大戦に協力した。 文化人の師団に当たった。1948年、福田陸太郎、大田三郎と共に、日本比較文学会を結成、初代会長となる。1951年から1952年に、かけて、伊藤聖のチャタレイ裁判で特別弁護人として、出廷し、言論の自由を擁護する。1954年、著作権保護への貢献によって、 菊池博賞受賞1955年、新日本文学会幹事会議長1961年、1956年、日中文化交流協会に参加、後、理事長となり、文化大革命についても肯定的な発言を行った。1959年、安保批判の会に参加する。1960年、東大仏文大学院講師となる。 1962年、東大を辞職した。1978年、新聞収録大賞し、大賞出版を監修。1979年6月11日、東京都中野区で肺がんにより死去した。中島は、クラシック音楽にも造形が深く、1982年から2009年まで、中島建造音楽賞が贈られていた。 切手コレクターとしては、新朝国家優勢初期から、中華人民共和国建国まで幅広く、中国切手全般を収集し、日本関連においても、明治中期の化身である、丸一型院の研究の先駆けを務める。1966年からは、日本有種協会の会長を歴任し、有種の普及と発展に貢献した。中島の、その功績を称え、中島建造賞。 現、中島健造、水原明総長が創設された。戦時中、作家の中川与一が左翼的な文学者のブラックリストを警察に提出したという噂が戦後流れた。これも一因となって中川は分断からパージされたと言われる。しかしこれは平野県によるデマで自身の戦争協力を隠蔽するための工作だったと言われ。 中島もこれに加担していた疑いが濃い。戦後の戦争責任追求行為は中島の戦争協力を隠すためだったとする見方が今では有力である森下説一人ポッチの戦い中川与一の光と影。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。